このままだとうちらの未来がやばい。アメリカでは熱波による森林火災で東京の約2倍の面積がたった7日で消失した。グリーンランドでは1960年に比べ6倍のスピードで氷が溶け、ベネチアでは過去50年で最悪の高潮が甚大な被害をもたらした。このままだと日本の未来がやばい。100年に一度のはずの豪雨が毎年のように発生し、過去最大がいとも簡単に更新されていく。2019年には世界の自然災害の中で日本の台風の被害総額がなんと世界1位だった。なのに日本には圧倒的に危機感が足りない。もはや気候変動なんてものじゃなくて、一刻の猶予もない気候危機なのに、このまま舵取りを誰かに任せっぱなしにして、これまでの価値観やルールの下でこれからを生きる私たちの未来を左右されてもいいんだっけ。だから今本当に手遅れになる前に、未来を生きる私たちの声を一つにし、無視できない大きさにして届けよう。世界中の若い世代の意識と声と行動があれば必ず世界は軌道修正できるから、うちらの声で世界は変えられる。和田彩香です。2021年4月24日に気候危機を訴える音楽ライブイベントクライメイトライブが開催されます。私は世界中の若者が一丸となったこのムーブメントを応援しています。こんにちは、環境活動家でモデルの小野リリアンです。今気候変動が本当に大変なことになっていて、世界中の人が一緒になって変えていこうって動くタイミングに来ています。でそれをじゃあどうやってやっていくってなったら、やっぱ音楽ってすごい力があると思っていて、この音楽っていうフェスを使うことでたくさんの人が一体になっていい未来を作っていこうって動けるきっかけになるんじゃないかなって今回のクライメートライブについて思ってます。それを一生懸命実現させようとしている若い世代の皆さんを私も応援しているし、私も一緒になってできるだけのことをしていい未来作っていきたいと思っているので、ぜひあなたも参加しませんか。どんな形でも一緒にこの素敵なイベントを作っていけたら、そしてその後も一緒にいい未来を作っていく活動ができたらとても嬉しいです。以上、リリアンからでした。国立環境研究所の江守聖太です。地球は今温暖化しています。そしてその原因は、主に、我々人間活動による温室効果ガスの増加であるということは科学的によく分かってきています。そして、その温暖化を 1.5 度で止めるために、世界の温室効果ガスの排出量を2050年までに、実質ゼロにする必要があります。先進国においては、かなり足並みが揃ってきましたけれども、これを世界全体で、実現するためにはまだまだ加速が必要です。そしてそれをどうやって実現するかという議論もこれからどんどん必要になってきます。そのために少しでも多くの人たちにこの問題に目を向けてもらうために、若い人たちが今企画してくれているクライメートライブ、これは非常に意味があると思います。クライメートライブを応援しています。音楽プロデューサー、ベーシストの亀田誠二です。クライメートライブジャパン、今僕たちの地球を脅かす気候変動の問題に若者たちが立ち上がりました。気候変動の問題は僕たち一人一人が向き合って、そしてみんなで立ち向かっていかなければならない、とても難しい問題です。そして音楽には人と人をなだらかにつないでいく力があります。音楽を通じて気候変動のことを改めて考えてみる。気候変動のことを音楽を通じてたくさんの人に知ってもらう。僕はクライメイトライブジャパンを心から応援します。一緒に乗り越えていきましょう。こんにちは、アーティストのリトルグリーンモンスターです。クライメイトライブジャパン、大切な地球を守るため、世界中の若者が一丸となって気候変動問題に取り組むこのムーブメントに共鳴しました。一人一人の心がけが本当に大事だと思うので、より多くの方に広まってほしいなと思います。はい、ゴミの分別や、サステナブルなものを選ぶなど、できることから行っていくことが大切です。私たちも同じ若い世代として、音楽を通して皆さんにこう何かパワーだったりこう勇気だったりをこうお届けできるように頑張りたいと思います。自分たちの声で未来を変えましょう。